高木さんかと思ったね。あ、すごい。でも4人見てる、8人見てる。タカモス&マコモスさん、こんにちは。はじ無限大さん、こんにちは。平等さん、こんにちは。サンディアさん、こんにちは。リリーケンキッドさん、おい。今池俊太さん、こんにちは。ドリューさん、こんにちは。こんにちは、タカモス&マコモスさん、さん、こんにちは。DJ だ、DJ だ。なんで僕ら出てんの。こんにちは、CADPON キャドコンさん。バレてる、カモイ道場。こんにちは、カオリンさん、ゴーゴーゴーだぜ。道場から、カジ無限大さん、カモイ道場。専門チャンネルを見ながら配信します。どうですか、ゼロワンマックスの方は。ゼロワンマックスどうですか。神谷さん、神谷さん、ブルーだね。僕じゃないですよ、疲れてるのは。どうですか。みんな、みんな若いですね。これ映していいのかな。ダメだよね。ダメですね。はい、はい、おそらくダメです。有料放送なんで。あ、そうだそうだ、見なかったことにしてください、はい、皆さん。ドリューさん、今日のお昼ご飯は何ですか。今日はスクランブル豆腐とオムライス。おお。何からが一番うまい。何からが一番うまい。ザワールドが始まって、雷ザワールドが始まって、いろ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 情報が多いよ。情報が多い。自分甘口が、え、辛いの苦手です。あ、なるほど。2からが一番美味しいと思う。3からだとちょっと辛い気がする。でもこれ甘口頼んでも、はい、あのスパイシーなんだよね、結構。本当ですか。うん、なんか甘いのあるんだよね、一山とか二山とか。二山とか。おー、藤田さん何からいきます。前ね、5からを頼んだことある。2からがおすすめなのですね。うん、あの、汗出ます。ザザンさん、俺たちのカモ。でも3からで結構辛かったっすけど、うん、あの、上谷さんのおすすめ、はい、トッピングベスト1位はどれになります。僕、そうですね、僕はスクランブルエッグカレーが好きですね。あ、ベスト1位は、ベスト1位、そうですね、はい、ココイチだとそうですね。ココイチだとそうなる。ココイチだとそうですね、はい。第2位は、第2位はもうそうですね、ビフカツですね。あ、ビフカツ、はい、あ、若い。ビフカツです、はい、あんまビフカツって家で食べないじゃん。あー、食べないですね。外食感がすごい出るな、はい、あの、スーパーのお惣菜コーナーでもあんまり見かけないです。あんまりビフカツはないです、うん、ないですよね、はい、じゃあ第3位、第3位はイカフライですよ。イカカレー。あ、イカフライ。こんにちは。はい、ですね、はい、なるほど。それの2からですね、はい、はあ、じゃあ1位は、何でしたっけ。スクランブルエッグカレーの2から。の2から、はい、あ、なるほど。あの、ちなみに和樹さんはおすすめありますか、はい、おすすめトッピング。あんまりココイチ自分行かないんで、はい、まあ、チーズ好きですね。あー、チーズいいですね。チーズカレー。ベスト1位はチーズ。チーズですね。はい、好みが出ますよね、こう。出ますね。出ますよね。平等、ちなみに好きなトッピング1位何？俺も、俺もあんまり、あんまり行ったことないけど、はい、俺チーズだ。で、カミちゃんが、はい、スクランブルエッグ。スクランブルエッグ。卵は。で、カズキさんはチーズと。チーズ。はい、何？ですかね。でもカレーに僕いつも思うんですけど、はい、ココイチのカレーって、はい、あのソースあるじゃないですか。あ、ソースあります。ソースあるじゃないですか。普通にあの卓上に並んでるじゃないですか、はいはいはい、なのに生卵がないっていうのはどういうことなんだって思う。おお、生卵を求めます。生卵、ソースあるなら生卵も置けばいいですよ。あ、置けと、はい、スクランブルエッグはあるのに生卵は用意してないって。これはちょっと、あ、トッピングで生卵ってないんでしたっけ。トッピングで生卵ないんですよ。うーん、なんか損してるなっていつも思うんですよ。どちらサイドか。どちらサイド、こっちサイドも損してると思いますし、こっちもちょっと納得いかねえなっていうのはありますね。なるほど、はい、
ちなみに私はですね、はい、あの頼むときは頼んだり食べに行ったりするときは、はい、大体エビ煮込みカレーみたいなやつ、はいはい、頼みます、ね、シーフードみたいな、はい、エイゼルさん、なんかここ一メニューキャス、こういう系ですね、はい、にチーズをトッピングする、あーいいですね、はい、ただ割高に、なかなか割高になる、そうですね、はい、な意外と高くなった、そうなんです、意外と高いんですよね、なんかすごいボケてる、ピントが合わないぞ、ピントが合わない、あ、上に行っちゃった、あ、今日も言えた、さすが、あの今週のシュンペロインタビューに、はい、あの兵藤さんのインタビューが載ってましたね、はい、はい、あの割とそんな前に出るタイプではないという、そうですね、はい、実践していただきました、亀ちゃんも前に出る、前へ前だもんね、ま、前へ行くタイプだと思う、はい、ちょっと待ってください、すごい、大丈夫ですか、ブレてます、はい、光かな、光の加減かな、さっきまで会ってたんですけどね、なんでだろう、タカモス&マコモスさん、サイドメニューのココデチキンも美味しいです、ココデチキン、サイドメニューか、多分裏とかかな、その裏ですかね、オリジナル商品のサイドメニューだから、ここら辺かな、あー、ココデチキンやりましたね、これがおすすめだと、なんかピザとかもなんかサイドメニューうまいとか言いますよね、あ、まあまあそうね、確かに、あんま止まないですけど、まあね、お、できました、ついに、ドリーちゃん、ドリーちゃん、ドリーさん、ご飯よそうとき、それあんちゃん、それ、ちょっと大助けるで、やるとライスがつかない、わかる、ライブそう、今度から気をつけて、すいませんでした、ちゃんとやれよ、ここはジャパンだ、ここはウェールズじゃねえ、すごい、すごいです、ね、ウェールズじゃねえ、一緒なかった、ウェールズじゃねえ、ウォーターつけるにはライスつかないですよね、スクランブル豆腐、スクランブル豆腐できました、すごい、よし、ドリューさんはどれぐらいになりますか、日本に来て、日本に1年ヶ月、もう日本人だな、これだ、これだって言ってんじゃないですか、だからね、これやね、ココチキン、ココチキン、ココデチキン、あやさん、ドリューさんお豆腐大好きね、よっしゃ、よっしゃ、どうぞ、いただきます、ジャパンスタイル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 、お箸は苦手ですか、できるだけどいつも面倒くさいレストランにか、うん、なんだっけ、みなさん注文、うん、それ、うん、走ってくる、あー、サービスエリアとかね、そうそうそう、でも面倒くさいよ、うん、確かにね、だって俺らもあのスパゲティ食う時にフォークめんどくさくて箸いっちゃう時あるもんね、あー、まあまあまあ、まあ、分かります、なんだらけね、文化の違い、あ、ちょっと、あ、おお、帰ってきた、あ、帰ってきましたよ、ほら配信向きの人が帰ってきた、ザ、配信向き、おい、おい、まだかい、まだかい、どうぞどうぞ、どうぞ、お願いします、今これ生配信中、生配信中、はい、あと、まあ、言っても9分だから、あと6分、アカネアットマークドラゴンで、アイドットリードットで、ひと筋赤いハートさん、この人の時間、こんにちは、おかえりなさい、集中こっち出した集中あのエイゼルさん、ココイチのあの、はい、ベスト、キャドトッピングを、はい、お願いします。ベスト1位、ベスト1位お願いします。アカネアットマークドラゴンゲート、はい、R.E.D.D.、はい、ひと筋赤いハートさん、はい、おかえりなさい、はい、カジム現代さん、ピッサリ、あやさん、ピッサリさん、こんにちは、カオリーさん、ピッサリ、ミカプセル薬さん、ピッサリ、海の幸、海の幸、海の幸、はい、まあ改善系ですね、はい、で、3位が、チキンカツ、あー、早いですね、もう、はい、ほぼメニュー見ずに、これ自分が持ってきたんだよ、これ
あ、そうなんですか。昨日の昼ごはんココイチ、ココイチだったの。あ、大川さん確かにカレー食べてきました。あ、はい、はい、どうぞ、すいません。第2位が、はい、第4位だ。4位、第4位、はい、4位だ、はいはい、スクランブルエッグ。おー、ちなみにそれ、カメちゃんの位置。カジ無限大さん、ゴールドジムのジャージ W。はい、でソーセージが5位。あ、ソーセージが5位。5位まで用意してる、すごい。これベスト10いけんじゃないですか。素晴らしいですね。ベスト10はいけない。あそこはいけない。そこまでは食べないというか、ね、ちなみに食べたことないトッピングは何かあります？これはトッピングしたことない。あ、ほうれん草食べたことない。あ、まあそうですね、どんな感じかな。まあ、ほうれん草は、まあ、まあ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 、カレーにほうれん草って感じなんですかね。自分フィッシュフライとか。あ、美味しいと思うけどね。いや、わかるんですよ、うまいとは思うんですけど、なんか、はい、食べなくていいかな、うん、なんか、のり弁の感じになっちゃう。皆さんの弾丸が見られるとは。でもカレーにのカツが乗るって最高やね。いやいや、最高っすよね。あのね、はい、カツマの油と、はい、独特なのね、はい、独特な最高ですね。そもそも、あれなんですよ、僕これ、あの持論があるんですけど、はいはい、あのカレーって、カレー単体で完成されてるじゃないですか。はいはいはい、それも、とんかつも、とんかつだだ単体でも完成されてるじゃないですか、はい、完成されたもの同士が組み合わさるってこと、素晴らしいこと。あ、そうですね、究極ってことだよね。究極ですよね。はあ、カツカレー、究極の単語のところ。山の手前、チュ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 。ええダメだダメ。外国人、バス、外国人赤ちゃんね。うん。ああ。英語、あ、トレイン、あ、トムル。うんうんうん。ああ、トレイン、ちょっとポッポーで。山の手前に来よう、ピピピピ、ダメで。今のは岡林さんが悪かったですね。いやっていうかもう二人左右から世界観が突入してくるから岡林さん地獄ですね。ご飯トレーニング W W、はい、ソース、おソース、あれですハッシュドビーフってうまいっすよね。あ、ハッシュドビーフ、はい、そうですね。だから世界観がもう二つの世界観がもうぶつかってるし、ハッシュドビーフって美味しいっすよ。ハヤシライスソースみたいなのも確か昔あったような気がしますね。はいはい、ソース、ちなみにビーフソース、ビーフカレー、ビーフカレー、あ、ポークとビーフとあります、ね、ポークとビーフ、ビーフにする。やっぱ豚より牛って感じですか。うん、僕逆にポークはい、豚の方がなんか美味しく感じます。好みでしょうね。好みは、そうですね、確かに。あの関西寄りになるってくるとやっぱりビーフカレーの方が多い気がします。あれ、カメちゃんカレーガシャガシャに混ぜちゃう人。はい。ああ、関西の人は混ぜるよね。はい。関東も結構そう、ライスをすくってルーをつけてて混ぜないんだよね。関西の人は混ぜるよね。なんか面倒くさくないですか。あと均一になんか、ああ、そうそう、これお湯です。もっとお湯です。岡林さん、何が始まるんですか、急に。焼きそば、昼ご飯です。焼きそば作るんですか。え、何だったんですか。え、本当に作るんですか。いや、あの、UFO。 ありがとうございます。それ、あの、作り方動画を撮らせてもらっていいですか。はい、まずお湯を、まずお湯を。はい、ちょっと待ってくださいね。いや、これもうすぐ終わるんで、これ別で、別でやります。はい、何ですか、これ。はい、カップ焼きそばの1位が UFO です。あ、はいはいはい、いや、俺一平ちゃんだな。絶対2位が一平ちゃん。いや、ちょっとカメラ向けてから食べてください。はい、第1位が UFO で、第2位が一平ちゃん、はい、で、第3位がペヤングです。ああ、なるほど。あ、UFO ってなんか丸じゃなかった。いや、丸大盛りだから。大盛りは違う。うん、そう。ありがとうございます。もう配信時間が残りわずかになってまいりました。これは
UFO の前に、ね、はい、次回あの UFO が高モス&マコモスさん、あ、大盛りなんですか、大盛りちっちゃく見えますね、まあ、全然普通サイズに見えますね、若林さんが持つと、いやいや、これ普通のサイズじゃないんですね、大盛りサイズなんですね、あ、なるほど、この塩分チャージタブレットと比べると大きさの違いが分かるかもしれない、分かりますね、UFO の完成を見届けたい、はい、あ、 UFO の完成は別の動画で、はい、では、まあ、こういう感じですね分かりづれ、はい、分かりづらかったことでところで話終了したいと思います、はい、皆様ありがとうございました、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 カジム